お笑いマナーうるさ人間会見緊急特別番組小林智晴アワーあっぱれやってます。ドラマ左右の金玉両方ともアマゾンプライム独占中継剣道と申します。今日は僕の相方の誕生日です。おめでとうございます。アンガールズ山根です。ラジオネーム腐して合点さん、どうもシューティングゲームに夢中になっていて敵にとどめを刺す瞬間間違ってどどめだと言ってしまいました。アンガールズ田中です。節電しようと思って夜電気をつけずにいたら目が悪くなりました。 AKB48 村山優里です。そうだ、靴を新調しました。佐口彩香です。靴、はい、よろしくお願いします。このアップルやってますと、さまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアップルの内容をお届けしますということで、はい、ゆうり嘘ついちゃダメよ。本当なんですよ。電気つけて寝た方が目悪なんねんから。うん、あ、いや寝るんじゃないですよ。夜暗い中で生活してなんか読んだりとか。それ目悪なるわ。そうなんです、ね、なんかうまくいかないですね。それは一瞬で、うん、結構この短期間2週間ぐらいでだいぶ目が悪くなっちゃったのを実感してて、うん、大人になったらなんか近視、うん、近視にはあんまならないって言うけどね、もう固まっちゃって、うん、もう相当、うん、近くのもんが見えにくい。いや、そんなことはないです。何が遠くが遠く見えない。シンプルに遠くが見えないです。じゃあ近視じゃん、ね、なんかその眼科とかにもその物もらいでは行ったことあるんですけど、他は行ったことないんで視力とかも測ってもらったこと全然なくて、じゃあ感覚的になんか見えづらいなっていう感じ。なんかこうやるとダメってるじゃないですか、目に力入れて見ようとして。もうそれをやり始めちゃってるんですよ、無意識に。おあ、じゃあメガネ買わなきゃいけないんだ。嫌なんですよね。可愛いじゃんメガネ、女子の、うん、いや、なんかメガネつけると景色が良くなるわけじゃないですか、うん、外した時に目が悪くなった実感で本当に目悪いんだなって思っちゃいそうじゃないですか、うん、目が悪いんでしょ。もう自分で気づいちゃってんだから気づきたくないんですよ。花粉症と一緒です。いやいや、一緒にしない。気づいてんでしょ、もうだってそれは。自分で言ったって言ったじゃん。自分で言ったんだから。うん、かもしれない、メイビーです。花粉症もちなみに自分で言ったからな。でもそこから、いやもう違うんだなって思って生きてるんですけど。違うんだな。めっちゃ怪しい。まあ、目はね。ですよね。うん。メガネ行った方がいいんじゃないの。メガネ嫌じゃないですか。疲れそうじゃないですか、見えすぎて景色が。え疲れることはないよ。その方が疲れへんとは思うけどね。本当ですか。いや、分からんけど、なんか遠くのもの見ようとして目を細めてる方が目は疲れる。うん、何もこうじっとスッとこう筋肉使わずに見れた方がいいから、うん、でさっき言ったみたいにちょっとかけてない人がたまにかけてたりとかすると、あ、可愛いなとかって思ったりとかするけどね、うんうん、そうなんですかね。でもメガネ多分似合わないっていうのもあって多分つけたくないんだと思います。お、似合わない、似合わない、わかんないです。いや、試してないのにさ、なんでそんなこと言えるの。いやいやいや、確定してるみたいに言ってくるじゃない。いや、でもメンバーでメガネかけてる子可愛いなと思いますけど、やっぱなんだかんだみんなコンタクト入れたりとかするじゃないですか、うん、ってことはメガネ姿じゃない方が可愛いって思ってるってこと。いや、そうじゃない。そうじゃない。踊ったりとかするときにメガネできないみたいな。あー、ね、なるほど、うん、なるほどなるほど、うん、うん、まあまあやるしかないよな、ほんまに視力落ちたら、うん、そうですね、うん、シンプルに悲しいんですよね、落ちちゃったことが、うん、はい、つまぐちゃん、靴やね。靴です。関西人やね。でも名古屋は靴です。名古屋まで靴やね、はい、でも靴ですよね。それ正解、靴やろ。靴です。何それやって思っちゃう。何それ、何それ。県民賞みたいなこと始まるのか。安代智子の漫才でも始まるのか。靴やねって靴ですよ、言ってたあんたって。俺らは靴、靴、あ、5分の4靴、西日本靴。そうなの、うん、靴、え、靴です。靴、
靴、横浜は靴です。靴、いやいや靴でしょ。あ、横浜は靴です。靴です。横浜靴や。靴、俺らは靴って言ってたよ今、うん、言ってました。うん、すごいすぐ馴染めるみたいですね。フラッシュ語はいいことよ。フラッシュ語はいいこと言う。はい、うん、え、田中誕生日なの。誕生日ね、オンエアの日2月8日、うん、僕誕生日なの。どうでもいいよ。47歳。えー、すごい。佐々木希ちゃんと同じ誕生日です。覚えてください。それであとジェームス・ディーン、ジェームス・ディーンもそうですね、同じ誕生日です。へよ、それで覚えてください。2月8日なんで。はい、じゃあ渡部家でもなんかお祝いしてる頃やろね今頃ね。渡部家がいいご飯屋さんを知ってるから、やっぱ渡部、確かにお店はね、ウーバーイーツでも撮ってるかな。ちなみにお笑いマナーうるさ人間の会見俺全然見えへんかってんけど。ああ、僕もチラッとだけしか、俺もオープニングだけしか見ない。誰も見てない。仕事が、うん、あの一段落ついてみたらもう、うん、終わってた。 YouTube の中継してて、うん、もう後半でもう2人がヘラヘラしてただけだから、もう分かんないですよ。木下さんも出たのか。そう、木下さんも出て、なんかニヤニヤしながら喋ってたから、あ、もうここになるまでの感じ見たかったなみたいな。パンちゃんリナの謝罪動画見てんけどな。え、パンちゃんリナ。パンちゃんリナ。パンちゃんリナって誰ですか。なんかあったな、なんかやらかしてたな。で、女性キックボクサーがね、サインを、サインを天心とタケルのサイン自分で書いて打ったの。で、詐欺で捕まった。すごいな。最低の人ですね。まあ最低よね。ちっちゃい事件だし、打ったらあかんよね。ちっちゃい事件だし、頼めるぐらい仲良さそうなとか近そうな、まあ、つながりはあるやろからね。まあせめて、まあもう配っちゃっただったら、まあ、売るわちょっと。9万9千円で売ったらしいです。高っ。すごい。高いけど安いよ。なんかそれで何、その謝罪会見しないといけないとか、ね、まあ、犯罪になっちゃうって考えるとさ。それは捕まってんから実際に。まあまあそうですね。完全なる詐欺でお金が動いてますからね。パンちゃんリナ。その謝罪会見見てないな。そっちは見てんけどね。確かになんかちょっと別になんか。特に失言とかもないと、うん、絶対見ようってならないですね、ああいうのって。ああそうか、なんかどんな失言したんだろうとか思ったけ ど、ね、そんな、なんか別に通常のあの結果現状報告みたいな感じで終わったっぽいから、なんか芸能記者の人かな、中西さんとかっていう人は、うん、木下さん出してなんかブレたなみたいなこと書いてあったけど、ああそうなんだ、うん、確かにね、やっぱまあ謝罪だけに集中した方が良かったんじゃないみたいな。じゃあもうここにも小笹さんとこか。もう中西さんね、木下さんを読んだことをペナルティーとした。それもペナルティー。謝罪マナーうるさ人間。いやマナーうるさ人間やじゃないもんなそれな。そうですね。マナー違反人間やから。大変だ。でも一番来やすいですよねここがね。あ、まあまあカジュアルです。カジュアルだ。木下さん呼んだからな。ああ、まあな、木下さん呼んだらダメだな。お、山根があのバスで怒られた。山根がついに逆転してる。後ろに座るとかそういうことじゃないな。いやだからその同じ日やったのよ確か。うん。パンちゃんリナの謝罪と。あ、そうなんですね。TKO さんの。会見が、はい、だブレてさ、俺が最も次の日ワイドショートップニュースやろと思ってたことが全く取り上げられてないのよ。え、何ですか。ほう、いや何ですかってお前、レッスルキングダムに決まってるやろお前。レッスルキングダム、うん、あ、武藤さん、え、あ、武藤さんはゲスト解説やけどね。あ、ほんで最後決めてんけど、引退試合の相手は対戦相手ね、決まりましたね、内藤に。はい、内藤お前に決めた。その前や、前の試合や、そのまあ金剛対ロスインゴの5対5は全試合面白かったんけど、はい、その前よ、その前何があったんですか。レッスルキングの俺岡田和親と清宮が大喧嘩してやな、試合不成立や、ノーコンテスト、もうリングに上がらず場外でどつき合って、そんなことあるんだ。清宮っつったらあの清宮しか出てこない。俺はもう日ハムの清宮しか。そっち
日ハムのあの甲子園を明かした、うん、そうやろ、お弁当よく食べる人、お弁当お弁当食べるよいやすごかったそれほんまに、何がそんなに揉めたんですか。いや、ちょうど去年 の、 ぜあの新日対ノアの対抗戦で、うん、あの清宮が岡田と当たってさ、はい、うん、岡田、棚橋対清宮、武藤っていう試合があったけど、一、はいはい、人だけちょっとレベルがまだあのキャリアが浅くて、はい、試合に乗れずに、うん、岡田がもう相手にせずに最後清宮ね、うん、清宮が悔しくて泣いてたのよ、はい、こっちもうまいことできへんかったよ、はい、おこんなこと泣いてんて、泣いてんじゃねえてめえ、とっとと帰れおら、マイクなんか持つなおらとか言って、あ、清宮泣くなって武藤さんがね、泣きてんの俺だよお前、膝痛いんだぞ、うん、で1年後また再戦ということで、はい、今回清宮もいきなり顔面蹴飛ばして、プロレス界ゴハットみたいな、あ、そうなんですね、ほんで場外で殴り合って、ゴング、ああ、ゴ、なんか場外で始まってもカーンって鳴り始めるじゃないですか、あのゴング、いや試合開始して1分ぐらいでもう2人で場外降りて普通に喧嘩しだした、試合開始後に降りたんですね、もうボコボコのどつき合いで、へえ、まあ岡田がもういいもういい言うて、もう試合不成立で試合終わったから、うん、帰ろうとしたら、おい岡田逃げんのかお前って言って、ほら岡田もう一回戻ってきて、なんでお前逃げんだよって、またどつき合いして、で止められて岡田帰ったら、うん、おビビってんのか岡田、おビビってんなら帰れって、ほら岡田が、おい待てよお前、俺がお前なんでビビんなきゃなんねえんだって、もう一回殴り合いして、ひるまらない、これは明日トップニュースですよって言ったら木下さんが頭下げてる写真やったんですよ腹立ったわトップニュース勝てないじゃん、腹立ったわ木下さんが頭下げてる写真この流れで見たらねあーそうなんですね、そうなんですね、じゃあケンコバさん的にはそっちの1日だったんですね、そうそうそう、まあ土日であったんでね、それが連続で、だ月曜日の写真よ、あー、いやー、まあしょうがないですね、まあ、世間のじゃあ追放っていうことでいいですね、追放、うん、木下さん、あ、木本さん木本さん、木本さんやる水追放ですかということでいいですかいや今年の、うん、やっぱりもしあのあっぱれなんちゃら祭りあるじゃないですか、毎年やってた、あ、ごちゃ祭り、万博公園の、万博記念公園で、うんうん、あのコロナ前までやってた、うん、全曜日の人とか集まって、すごい、やる、宮迫さんとかもいたんですけど、そんな方が、ね、宮迫さんもいたよ、あ、それが、あったらそこで木本さんにワンチャンスあげてもいいんだよ、どうですか謝罪、こう言ったらないけど、まあ、これ偶然やねんけど、あの日毎年毎年その年で一番暑い日やったりするんだよ、あ、そうなんだよね、だから行きたくないまず先頭から行きたがらないで、なんか天気悪くてなんか新幹線動かないみたいな時ありましたよね、スタジオでやったね、茶屋町の結局、天気悪いか一番暑いかやね、あ、行きたくない、そんな天気悪い男いるんですね、うん、大変だ、もうエビ中だけでやったらええんちゃうかなすなかにしてエビ中のファンがいっぱい来てるんですよね、あ、あ、あそこにね、そう、確かにエビ中のところに木本さん出てたんだよね、だから、あ、そうそうそう、うん、エビ中なすなかにしに変わったから、あ、そうなんですね、あ、だからさっきなすなかにしいたんだ、うん、そうそうそう戻ってこれるかな木本さんもう席がない、あ、大変だ、いや、何、席がないってことですよね、そういうことです、大変ですね、取られちゃったから、人事みたいに言うな、人事でしたまあまあまだ人事だよね、はい、ちょっとあのお会いしたことないんで、うん、石割さんはどう、まあ石割さんに決定権はそんなないやろ、はい、ないでしょうけどね、判断、石割さんの判断は待つしかないね、そうですね、うん、まあ乱入してきてほしいな、あるんですかね万博公演みたいなのは、そろそろ、おお、まあやめてみましょう、まだねコロナやめてならないから、健康さん唯一コロナであれが嬉しいって言ってたんですプラスあったのあれぐらいや、あれがプラスだってあれが行われないことが一番プラスだ、ああだからえユイリーと小栗ユイちゃん以外出てんの AKB、 いや2人だけ出ないです、はい、あ、
その2人も出るとなったらそれ AKB ファンも来るやろうしね。うーあーそうね。うん、柏木さん来てたっけな。あれ来てなかった。いや一緒のあれ来てなかったんじゃないの。俺と近いノリやったと思うけどな柏木さん。もういいです行きたくない熱いって言ってあー言ってそう。異様に熱かったもんねあれやる日でテントの下が似合わないな柏木さん。そうね。で論文の亮さんが、うん、客席に全員にペットボトルの水を買ってあげるとか何か言ってたな。淳の策略で。あそうなんですよ。確かにやってた。問題児ばっかりじゃないですか出てたの。なんか知らんけどやっぱキャリアもあって、はい、TKO さん2人が仕切ってたもんな。あそうですよ。キャリア長いんで、うん、やっぱちょっとこう仕切ってみんなよいこさんに任せるのもないし俺らがやりますみたいな。はいはい、うん、引っ張って で1回浜村淳さん、うん、はいはい来られてたね。来られてたよね。あった。うん、浜村淳さん来られててあったあまこの聖子にだけめっちゃ厳しいですよ。そうやったっけ。あれがめっちゃおかしくてあまこの聖子ちゃんに、まあまあなんか一緒にやったりとかチラッと出たりとかしてるんだけど聖子にだけめっちゃ厳しいんですよ。あなんかそんな合ってる気がする。ほらそういうことが起こるやんやめようもう確かに不穏な事件。いやいや俺らにはあちこちで不穏な事件起こんねんから俺らには優しいし他の女の子らには優しいんだけど聖子にだけ厳しいのがめっちゃ面白くて不穏な事件起こんねんからそういう、まあちょっと、まあ、普段会ってないメンバーが集まったらな不穏な事件が起こりますから、うん、そうですね。そっか、うん、AKB も他のアイドルグループに会ったら急にかまさなきゃいけないだから AB 中のファンにはかましとかだから確かにおギャーギャー言ってんじゃねえぞお前らアイドルのトップは AKB なんすね。いやいやステージの下で殴り合い殴り合い仲良くしたいです。 AB 中がわあ帰んのかビビってんだろ帰るだから誰がビビるお前なんでビビなきゃいけないんだもう一回かかっていくっていう。いやいやでニュースにならないんですよね。ならないそこまでやったならない、うん、平和がいい。そうか、じゃあまあどうなるか、うん、あれはだから9月とかやるんですよね。暑いね夏の終わりぐらいで暑い。逆に8月より暑いねあれな。あそこの公園がね暑いな。そうそうそう、うん、まあやるかやらないか、はい、まあ、石原さんの裁量では何も決まらないけどそこの強調はいらないで宛先を沢口。はい、はい、あっぱれやってます。水曜日では出演者へのメッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日。メールはやるすい@mbs1179.com まで。お便りをいただいた方の中から抽選で3人の方に番組ステッカープレゼントします。はい、じゃあ曲の方いきましょうか。 AKB 大先生で、はい、はい、本日はバレンタイン前ということなので、うん、この曲を聴いてください、うん、渡り廊下走りたいセブンでバレンタインキッス。 AKB48 村山結衣が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。佐口お願いします。はい、愛知県僕美兵将軍やるすいん僕美兵将軍美兵将軍あ美兵ね、うん、美兵あの兵キングダムのね、うん、あーキングダムちょっと知らないです。バナガみたいな顔してる。そうそう、 あいつ一番好きなんだ俺美兵将軍オレンジの服着てんだ、やるすいの皆さんこんばんは。新年一発目の放送でも話に上がった新日本プロレス1.4 東京ドーム公演は見ましたか。あ見た。ラジオ内でケンコバさんがケニーオメガの話をされていましたが、そのケニーオメガ VS ウィル・オスプレイの試合は
2023年最初の大会なのに2023年のベストバウトが出てしまったのではないかと言われるくらいかなりインパクトのある試合になりました。ヤルスイの皆さんは今までの人生の中で印象に残っているスポーツの試合はありますか？よし、じゃあ今から全員で順番で今まで一番面白かったプロレスの試合言うていこう。プロレスはまあ俺は分かりますよ。その大学生の4年間だけめっちゃ見てた時期あるの。他の女子が何でもいいよスポーツ何でもいいか。スポーツね、ニューイリーはスポーツ見るの？スポーツ一時期サッカーめっちゃ見てましたけど。あ、そうなんだ。J リーグ。はい、J リーグ見てた。横浜やからじゃなくて、なんか一回そうサッカーの番組のなんか MC かなんかをやらせてもらった時期があって、っていうのですごい勉強してた時期は。UFC やべっち FC みたいな。そんなにしゃいます、でもそうですね、はい、それぐらいです。その時はすごい深夜でも起きてずっと試合見てて、盛り上がりですね、番組やるんやったらね、はい、それぐらいですかね。そっか、一番覚えてんのでもジョホールバルかな。あ、ジョホールバルの奇跡、歓喜ね。あの岡の野人、岡のスライディングしてバーッと決めた時が一番盛り上がったかな。 その前に岡野選手が、あのゴール前で横パスするんだよね。でなんで打たないんだよってこう中田に言われるんですよ、なんで打たないんだこれグラウンドの中で。それでも国民全員がなんもういあそこで横パスするなんてありえないとこで無理だろうって思って次のパスですよ、それが抜け出るんですよね、岡野選手が。あの時うちの岡野がいやすごいけどこの髪の毛キャイヤーみたいな野人の髪の毛なのに。あ、確かにあれはうわーってなりました。やっぱ初めてワールドカップに出れるっていう時ですからね。ずっと見てきてたからサッカーでは日本が行くんだっていう。でその前、その4年前がドーハの悲劇だから ね。もうあと5分耐えてたら行けてたっていう時に、あれからまだラモスさん三角座りしてるらしいからまだあの場所に倒れて何回かテレビでどっかの監督もやったりしてましたいやあれか、あれはあれでまあスローモーションがね、なんとなくこう松永さんがこう、そうそう、ボールをこう見送っちゃうみたいな、ボールがファーの方に流れていってサイドネットぐらいに、ファーサイドの、そうそう、であのショートコーナーみたいなのかな、でカズがこうボールを取ろうといくんだけど、振り切られてクロス上げられて、バンと入ってみたいな。いやそうそうそう、あそっか、やっぱサッカーが印象残ってるかな。野球もあったかな。確かにワールドカップ野球はあれやろ、巨人対近鉄やろ。いや俺はね、カープ対西武の、あの秋山選手でが、爆中ね、爆中のホームインするとき爆中する、うわー、悔しい、悔しかったなもう今でも悔しい。あんなの今やったらもう叩かれるんだけど、その時代は良かったんですよ。なんか新人類みたいな、バブリーやったからな、あの頃世の中、工藤さんとか秋山さん、そう、あの西武ライオンズの自由な空気がな、そう、明るくみんな胴上げしてるのに監督の方を見ずにカメラの方向いてピースするみたいな。楽しそう。カープは根性論でやってる野球でそれが華やかな、そうあの野球に伝えられてたけど、あれ見て多分星野選手とかキレてたもんな選手が監督の方を見ずにカメラの方向いてピースするの。あれは覚えてるな。ショッキングだったね。いまだにまだ秋山さんね、人格者っぽいけど許せてない部分ありますよね。そうね、口中だけで。沢口は？あ、野球だと、去年2022年に神宮球場、中日とヤクルト攻めに行って、中日がめちゃくちゃバカバカホームラン打って、十何点か得点して、そういう試合はあるけどな。え、でもいや、こういうことあんま言っちゃいけないですけど、中日が勝ってると思っちゃったすごい、だから中日がすごい得点取ってる、で明日とかやばいんじゃないかなって、みんな壊れちゃうかなって思うくらい、なんかすごい。強打さん
が2打席連続ホームラン打って、うん、すごい打ってると思いましただからすごいなってそれ印象残ってますね。印象残るね、行った試合でそういうこと起こるとね。うわ、俺なんやろう、また強した薬師寺もまだ覚えてるしな。あ、あの時代のボクシングはなんかすごい人間味がね。あれじゃやっぱラグビーの日本代表ですか、うん、がワールドカップで、はい、うん、やっぱ南アフリカに勝った試合。あ、あれ見てました。あれでやっぱラグビーってすげえなって思った試合ではありますね。確かに日本が勝てるんだみたいな、まあ、インパクトありましたね。確かに、あったあったあった。いや、何やろ、ナンパーワン何やろな。なんかやっぱりそうですね、あの高橋尚子選手のマラソンもね、あー、聞いちゃう。なんかサングラス投げるやつ、こうそう、ここからスパートするときにあの投げてるシーン、名シーンやね、あれ。あとあの冬のオリンピックの原田さんの船木船木船木ってこの祈りながらこういいね、大雪の中原田さんがこう待ってるとこにこう行くっていう。やっぱでもあれじゃん、フチさんが帰っていくときにラッシュ秋葉さんがおいフチ今年は結婚しろよって。それあったよ。それだけまとめた V が毎年ね最後に流れるんですよワールドプロレスリングの。でも、あの時フチ正信が、はい、一言も答えへんかった、いつも、うん、そんなフチ正信が一、回だけ新日本に乗り込んでマイクアピールした時あんねんけど、これ有田さんのモノマネ込みやねんけど、めっちゃかっこいいねこれ。フチさんサイドから、フチさんがスーツでな、新日本のリング上がって、うん、長年新日本プロレスと全日本プロレスの間には大きな壁がありました、うん、その壁をたった2人しかいない全日本のうち1人僕が崩しに来ましたって言って、ほんだ長州さんが上がってくるんだ。ほんだ長州さんは、うん、フチに握手するの、戦おう、現場監督のね、もう現役じゃないの、ほな長野が入ってきて、その時長野がもうトップよ、はい、うん、フチてめえ上がってんじゃねえ、てめえなんか新日本上がる資格ねえんだみたいな帽子パーン投げんねん、うん、で長州と揉めたりして、で長州も長野も帰っていくんやけど、その間フチはこうネクタイ外してスーツ上着脱いでボタン外して喧嘩してやるぞのポーズだけ見せんだけど、一言も喋らないんだけど、長野が帰っていくときに、長野忘れ物だって言って投げた帽子ピュンって投げるの。俺一回ほんまあのパンツ下ろそうかな思ったけど興奮した興奮してそれぐらい興奮したんですよ。まあ普段喋んないのに、そうその時全日本プロレスが川田さんと富士さんしかいなくなったってこと。ああ三沢さんらがみんな辞めて、そうですよね、そっかそっか、ノアができてみたいな。そうそうそう、あれは興奮したね。パンツ下ろしてどうなるっていうんですか、その解放されるっていうこと。いやいや一回興奮しすぎて立ってたんちゃうかな、フチで。あ、ありえる、ありえないことが起きてちゃってるっていう。そうそうそう。いやでも分かりました、そのフチさんと木村さんのやりとり、うん、俺ほんと好きだったから。シャキマロ、あのやっぱ笑い、あれなんかいつも戦ってる絵ばっかりワールドプロレスリングに流れるけど、うん、年末になんか全日本プロレス中継ね、あっちは、そう、あれだけを特集して、うん、なんか10本連続ぐらい藤選手と木村さんの映像を流してくれる、うん、それが面白かったな大学生の時。兄貴からも藤井に結婚しろって言ってやってくれよって言ってな、おばさんに言うて、うわちょっと見たくなったなまとめしてくれないか誰か映像。じゃあ次いきますか、はい、山形県白空町さん、水曜日の皆さんこんばんは。ケンコバさんも出演した回のスイダウのタバコ我慢対決を見たのですが、人間の喜怒哀楽が詰まった素晴らしい企画で楽しめました。結果として
赤津さんが敗者となり1週間の禁煙生活が決まっていましたが、やるすいメンバーの皆さんが1週間禁煙されたらきついものってありますか？タバコ我慢対決。高校でタバコ吸うのって山根と俺と、まあ、吸ってた。いやでもその話ももうあんま聞きたくないな。山根と俺とユイリと沢口だけやもんな。もっと未成年。私は未成年。未成年。そのなんか文字面だけで見たんですけど。これすごかったよ。そして俺は世間が怖くなった。みんな数メンバーがいて、そうで勝ち抜けで吸えんのよ。ゲームみたいな。そういろんなゲームして。で、ま、最終的に負けたやつは1週間禁煙しなあかんっていう企画やねんけど、俺世間が怖くなった。どういうことですか？いや俺が前これでも、まあ、オンエア前から喋られんけど怖かったって言ったのは、椅子取りゲームあって、で捨てて子と道夫が勝ち合ってさ椅子で、で道夫がそのまま椅子パワーでぶん回して、捨てて子吹っ飛ばして自分がガーンそうだったの。ほんなら捨てて子がズリーっすよ、椅子取りゲームじゃねえっすよ、そんなのダメっすよって言ったら、道夫が急に椅子パーンって捨てて子の子に座らして、捨てて子に座らして自分はもうムスッとした顔で戻ってガーンって、ごちゃごちゃ言われたから怖ってなってこれはえらいもん見た思ってたら、次の日のネットニュースとかそれのコメントが、道夫さん紳士とか一色やったらしい、優しいみたいな、世間ってそこまで見られへんか人をあの道夫の人殺しの目見えへんかったんだあ、怖くないのかな。まだ取ったイエーイって言ってくる方が真人間が起きる、道夫が、ね、譲らずに、いやもう力で取りましたとか言ってる方がいいのに、そこで返してごちゃごちゃ言われたからっていう方が怖い人間だって気づいてないんですよ、そう、それは世の中から詐欺被害者なくならないもん。確かにあれを優しく紳士やと思えるんやっていう、鈍感すぎますねそれ。大丈夫か山根。いやだからきついよ。だからもうタバコをこないださ、スタッフさんにも吸ってないんですかつって、一本吸いますかみたいな、このジョークが結構辛いのよ。今じゃあ禁断症状に苦しんでんねや。まあもう、まあ、前も言われましたけど、もうずっとですよね。ずっと吸えるんであれば別に吸ったからつってそんなに被害があるわけじゃないじゃないですか、体に関して言うと、でもこれやめてんのに一本いったらまたなんか吸いたい気持ちすごい膨れ上がりそうだなと思って、いやだからもうタバコのこと考えたくないですよね、怖い。もし吸いたいなったら奥さんに許可取って、まあそうよね、 OK ですよって言われたら吸ってもいいんだもんね、いくらでも。まあだから奥さんの許可だけよね。そうだよね、奥さんの許可だけだけど、でも今やめれてんのに、なんかまた吸い始めんのももうお金もかかるじゃない、今やめれてんだったら。まあそうよ、それはそうよ。だからもうやめとこうっていうぐらいだから余計な考えだけ入れなければ。そうだから普段生活してる時に忘れてる時の方がもう多いから、あ、思い出した。たまに、はい、たまにさ、はい、はい、ああそうですよ、今日リュックの方が便利やなって、リュック昔使ってたリュック取ったら中にタバコ入ってたりするやん。ああ、そんなんあったらどうすんの。うわ、いやだからチェックしたくないですよね確かに。だからもう本当に俺もうよくわけわかんないですけど、本当に夢で、電車の中でタバコ吸ってる夢みたいな。もうそのこと自体がもうおかしいですけど、電車のあの車両と車両の間のところでタバコ吸ってて、うん、うわ吸ってると思って目覚めたことがあったりとか、これはもう一生あるんだろうなと思います、ね。危ないね。俺は相当危ないですよ。ちょっとじゃあ怖いっちゃ怖い。なんか病院行った方がいいか。い
いやでも病院行っても一緒なんじゃない、結局、うん、でもなんか今もでも見たことないぐらい美しい景色にバッと出会ってさ、うん、周り喫煙者ばっかりやったらどうする。いやそうですよね、これ吸ってない人には多分分かんないですけど、景色いいとこって吸いたいですもんね。写真撮りたいとかじゃないの、タバコ吸いたいの、なんかね、その景色をこう全身に受けて、綺麗な山の上とか煙を天にこう上げたいような、あと綺麗すぎて緑やんっていう海見た時とか、透明すぎて緑になってるやんとかいう、あるあるある、うん、エメラルドグリーンの、そう、へえ、その時吸いたくなるね。禁断症状っていうのはきついなと思う。だからそれ以外のことじゃないですよね、別にお酒も飲まなかったら飲まないでいけるし、うん、やっぱ中華料理食った後どうしてんの今。いやだからもう早くこう中華料理をなくす、口の中からなくす。山根が何かあった時のために1本だけタバコ持っとこうかな。胃腸みたいになるから、うん、うわーってもうおかしくなった時にもういい、もう頑張ったから吸えって。どうやな、そう、その1本を俺持っとかないと周りに血だらけの人間が、そうだな、それは差し上げたいよな。そうですね、うん、それは喫煙禁止の場所でも差し上げたいな。そうですね、電車の中でも、そう、それは、うん、もう頑張ったからっていう。さあ、じゃあタバコ始めんの？始めないです。いやでも、うん、こう両親が吸ってるので、うんうん、それはそうだよ、それやったら、うん、なんかそういう血を受け継ぎそうだなとは思ってます。うん、でも両親も最近こう罪悪感を感じたのかアイコスに変えてて、うん、すごいまたなんか違った匂いがするから慣れないですね、会うと。でも私は吸いません。別に褒めなんかしないけどな。え、なんでですか、吸わない方がいいんですよね、タバコって。いや別に吸ってもいい、法律で許されてる以上、うん、誰に文句つけられることでもないからな、マナーさえ守れば。確かに、なるほど、文句言うてるやつの方が頭悪いと思う、俺は。おいや、マナー違反してる人に文句つけるのはいいけどね。あ、そうですよ、法律で守られた範囲内で吸ってる人に文句つけるって、そのやっぱり民主主義とかあそういうことを無視した国賊野郎やと思ってるから、ね、おなるほど、山根の嫁とかな。国賊やと俺は思ってるから、勝手に相手のルール。いやでも、うん、あんまり吸わないように頑張りました。はい、私はそういう主義で行こうと思います。ユーリ、AKB って何人ぐらい吸ってんの？いや、吸ってないですよ。やめてください。その後めっちゃ怖かった、今。怖い。でも吸っててもおかしくないもん、ね。ゼロチョじゃないやろな。まあ、なんですかね。でも吸うきっかけとか、吸い始めるタイミングってなくないですか？分かんないけど、でも女優さんとかで吸う人とかもいるし、まあ演技でね、あ、うん、吸う役が来ちゃったって言って、まあ演技用のタバコあるしな今多分。 あそうなんだ、ね、ニコチンもタールもない。あ、確かにね、うん。吸ってる人はいない、いないですけど、なんか歌番組とかでいろんなアーティストさん、うん、とかスタッフさんとかがその喫煙所とかで吸ってるの見るとかっこいいなと思います、うん、吸ってる方。ああ、そうね、確かにかっこいいっていうのは確かにちょっとあるかもな、うん、うん、確かにね。 NHK でミュージシャンの人喫煙所から「ああアンガールズ」って言われた時に、うん、あすごい人が出てきましたもんね、うんうん、ああ誰出てきた？椎名林檎さん。お、まあ、椎名林檎さん歌詞にもね、タバコのこといっぱい出てくるから、あ、だからそれを当然吸っててほしい。言ってないかどうかわかんないから言ってるかどうかがあれですけど、うん、いや PV でも吸ってるよ。そうそうそう、あれはびっくりしたな、見てみたい、うん、いいな。でも俺もそういえば NHK の喫煙所入った時に、うん、足軽役の人が20人ぐらいでギシギシなんか吸ってる時にめちゃくちゃストレス溜まってんねんなと。めちゃめちゃ撮影のストレスあんねんな。足軽隊は喫煙者が多い。まあしょうがないですね。しょうがないね。どうし草むらに隠れる役とかね、多いですから。まああと何時間待ちとか一番長く待たされるやろ。重い鎧着
い着てね、そうそうそう、それストレスが常にかかってますから、うん、でそれでどうしたんですか、全部蹴散らしたんですか、蹴散らしたら足があることさすが弁慶の出場者ナンバーワン芸能界弁慶ナンバーワン決定戦うわーってまず、まあ多分優勝者道雄やろうけど以上かな、はい、ということでこのコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先をゆうりお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはやるすいアットマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしてます。以上お便りやってますでした。はい、じゃあ曲聴いてください。ビバリーでスワンプ。アンガールズ田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さて、メールの方から来ております。はい、広島県みんながやりたがらんから俺がやんねん。はいはい、やらせメンバーこんばんは。こんばんは。先日週刊ザテレビジョンが3月で休刊になるとニュースになっていました。中高生の頃は冬休み前にお正月特大号を買って年末の番組のどれを見てどれをビデオに録画するか考えるのが楽しみでした。あの頃は最大で2番組しか見れなかったですが、今では全録のレコーダーでそんなこと考えることもなくなってしまいました。ちなみにケンド小林さん、アンガールズさんはレモン持ったことありますか？レモンないよね。ないような気するね。あのね、ヘキサゴンで、あ、全員で関東飾った時あったと思うんですけど、全員で、あ、レモン持ったっけ。みんな持ってたのかな。持ってるんじゃん、それは。レモン持ってたっけ。俺も1回だけあるかな。え、いや、でもね、ドラマやったと思う、多分。あ、ドラマのメンバーで、メンバーで、もうそのぐらいですよね。うん、何かに便乗してみたいな。単体でなることは絶対ないもんね。お笑いで単独で言うとそれこそさんまさんとか、それぐらいじゃない。そうダウンタウンさんとか、ダウンタウンさん、ナイナイさん、あの辺はなんかやってたイメージありますね。いや、すごいことですよね。だから、それがなくなるのは確かにショックだけど、確かに 今ある意味がね、テレビに番組表あるしね。そうなんですよ。確かにね、ザ・テレビジョンとあとテレビブロス、テレビブロスね、あれ買って読んでた。あれはなんかコラムが充実してたから、テレビブロス、お笑い寄りのね。そう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 、あれのちょっと一言ネタとか見ながら、クスって言ってた。クスって全然テレビで売れてないから、確かにね、そういうとこでクスクスして、楽勝さんのコラムあったりとかね。あ、そうそうそう、最後にね、それ見てクスッとして、クスッとしてモデルしかない。さあ続きまして、これ宮城県ヴィーナスの交差点。はい、やるすみさんこんばんは。こんばんは。先日ツイッターにて沢口さんがルームシェアしたいです、私といい距離感の方、大体名古屋にいるんですが上京してくれませんかとツイートしていました。はい、沢口さんにとって距離感、いい距離感の人とはどの程度でしょうか。ルームシェアできる人の基準ありますか。ルームシェアしたかったですね。でももう冷え決めちゃったんで。おー、なんなんこの、はい、ブラフツイッターは。ブラフツイッター、ブラフ、そう、ツイッターするわけないや、こんなの。ん、いや、しする気はありましたよ。あ、本当にしようと思って。なんなんいい距離感の人って。こうやっぱ名古屋にしか友達がいないので、うん、そういう友達だったら、あの、なんかルームシェアできるなって思ってて、その人たちを上京していただこうかなと思って、うん、催促したんですけど、うん、ダメでしたね。探してました。なんか思わせぶりすぎるっていうか、なんか、うん、なんか本当に行けるのかなって思っちゃうけど、うん、すぐ住んでるからさ。だからそもそもする気なかったんじゃないの。そもそもする気ないやん、どう考えても。いやいやいや、ありましたありました。いや、部屋なんてそんな、もう簡単に決めるもんでもないしさ。そうですね。なんでルームシェアしようかなと思ったの。
寂しくって、あ、誰かいる方がみたいな。そうですね、あ、でも成人式終わった後だったんで、あ、どうしてもこう拭いきれなくて、いろんなものが、それでちょっとルームシェアを考えたんですけど。じゃあちょっと次いきますね。次続いて続いて堺市ディスコスター、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。品川庄司の庄司さん、バカリズムさん、はい、ユッティさん、うん、EXIT の凛太郎さん、鬼越トマホークの堺さん、雷の学さんなど芸人とアイドルの結婚も珍しくなくなった昨今ですが、うんうんうん、小林さんとアンガールさんが考える芸人と結婚していいところと、村山さんと沢口さんが考えるアイドルと結婚していいところは何だと思いますか。 あと村山さんと沢口さんは結婚相手として芸人さんありえますかっていうね。あ、芸人と結婚していいところは、まあ、真面目ぐらいかな。真面目、社会に迷惑かける人が少ない。まあ、今はそうですね、まあ、今特にね、あの大事件があってからよりなったんじゃないですか、みんなね。いや、おるよ、おる。確かにそうだ、 TKO さんとか宮迫さんとか堤下とかやらかしちゃう、うん、あと松竹で2年に1回ぐらい自転車泥棒みたいに捕まるいや、ほんとそうなんですよ。なーれ、コス泥みたいなやつもいる、まあ、基本ちゃんとしてる人多いかな、うん、他の職業を表出てる職業に比べたらね、うん、あとなんかその女の子に真の意味でひどいことをするようなやつは、うん、ちょっと芸人間でも評判悪なっていくからね、生きにくくなる。ああ、そうですね、確かに、まあ、いいっすね、選択肢 としては悪くはないかな。いや、そうですね、ですね、まあだから不安定とか若手の頃とか食えないとかは当然ついてきますけど、まあそれは選んだからね、まあ売れてるやつやね。ああ、そうですね、売れてる芸人限定で言えばもうほぼいい人やね。そうですね、結構相手としてはね、いいですね、うん、いいな。アイドルは男性にメリットあるんですか。なさそうやけどね、外見にしか、外見にしかなさそうや、外見しか苦しいことしか待ってなさそうな。確かにそうですね、まあそこが売りだもんね、うん、まずの、ね、メンヘラ率高そうじゃないですか。メンヘラ率高そうかよなんか高そうやし、まあ、あのいつまでもファンの人怖そうやしね。そうですよね、結婚した後でも。あ、うん、だからちょっとアイドル怖いな。メリットないか、いいところ。いや、あんまないんじゃないですか。でも峯岸さんとかめちゃくちゃ羨ましいと思いませんか。素敵なカップル、うん、カップル、あ、ご夫婦か。峯岸さんはどっちかってアイドルの中でももう最後、最終的にはアイドルっていうよりはもうタレントっていうか何でも OK にせざるを得ないような流れになってそれを見事にこう芸人に近いような雰囲気になりましたよね。だから、あ、そうね、なるほど、あ、もうぶっちゃけて芸人やったもんね、峯岸さんは結婚直前はね。逆にもう西麻布とか行かなくなったっていうのも行って、うん、まあいろいろ大変な目にもあったりとかして、うん、まあ気づいたっていう感じですかね、うん、女性にしろ男性にしろアイドルと結婚するのは地獄しかないやろ。二人には申し訳ないけど。そうですか。でも女性の方があんま金銭面的に安定しないイメージすごいあります。なんかアイドルの寿命って女性の方が短くないですか。短いよね。うん、男性の方がすごい長い。男性は40代ぐらいまでやってる人多いもんね。そう、うん、不思議なんですけどね。うん、確かに、まあ、男のファンが男の人が、うん、飽きやすいかな。まあそこをぶち破ろうとしてるのが柏木さんでしょ。あ、30超えてもやるっつってずっとやるっつって。いや、すごいですよね。でもユキさん結婚してももうアンチとかいなそうじゃないですか。みんな祝福しません30。ああ、なんかしそうな気する。そうですよね。でも誰が柏木さんと結婚。いや、でも確かに、ね、いや、そうですよね。一人身っぽいユキさん。じゃあ面倒くさがりそうじゃないですか。なんかはっきり言うやん、そういう家事とか嫌やと。うん、そうですね、はっきり言われたらもう困るもんね。まあそこまで愛してくれる人がまあ、いや俺が全部やるよっていう人がいればいいけど、うん、あのそういうわけにもいかんやんか。そのお互いやっていかなあかんことやんか、うん、それを私はしないって断言したら分かんないです。意外と
好きな人のためにはできる人かもしれないです、ね、せえへんよあんなやつ分かんないですよ、まあ確かに、うんうん、それに合う人がパッと見つかれば、ね、絶対いますよ。例えばあの料理大好き、うん、なんかそれ料理人とか、いや男女ともに家事ってこれからは特にやっていかなかんや、うん、そうですね、うん、共同作業ですからね、家事炊事洗濯、うん、掃除、うん、それ2人ともできるスキル持ってなかったらあかんような時代やこれからは、うん、その仕事の形態からしても、うん、それをはっきりと、いや私絶対しないですって言ってるんだよ絶対に、まあ、それぶっちゃけぶっちゃけてくれたら、うん、あ全部やるよっていう人が逆に来てくれるかもしれないですね。そういうわけにもいかないと思うよ、お互い社会生活あんねんから。でも金が、あと完全なる専業主婦、はい、旦那さんの、あ、それしかないんじゃない、あここまではっきり言うたら、うん、はい、お金はある程度稼いでる人両方、まあ柏木さんも稼いでるから、うん、もう全部お手伝いさんにそれ全部やってもらうっていう、それだったら家庭は成立する。お手伝いさんはもう難しいって言うで、人選が当たり外れ正直あるやろうし、あ、まあ、うん、中にはな、あ、何かそういう事件もあるやん、はい、ありましたよ、うん、だから無理やろあの人、うん、あ、まあまあ、厳しいな、うん、いい人に巡り合えば、うん、掃除を、まあ俺としてはその展開楽しみにしてるけどね、ほんで、うん、離婚バッドエンドなんでですか。それでも力強く生きていきそうではある、 あの人はそのへこたれること絶対ない人やから、うんうん、前を向いてね、うん、そうですよ、はい、続きまして、はい、もう一つメール来ております、うん、広島県マルランドさん、うん、やるすいの皆さんこんばんは、いつも楽しみに聞いています、はい、年末にさまざまな番組がある中、うん、BS 吉本で、うん、我々は我々隊が24時間放送しており、うん、木村雄一さん、キム、はい、木村雄一さんが吉本芸人の方々にインタビューされていました。うわ、何年前撮ったやろあれ、はい、我らのノンスタイル井上さんも出演しており、うん、なかなか興味深い内容だったのでご報告します井上さんが芸人になった時は1億円稼ぎたい、いい家に住みたい、いい女を抱きたいと思い、東京でのネットワークを広げるために毎日寝ずにパーティーに行っていたそうです、そんな中2年連続で女性芸人とキスする番組に呼ばれ、番組終了後にケンコバさんから、うん、お前芸人になったなと言われ、あ、なんかちょっと覚えてるそれ、はい、芸人になって一番嬉しかったと語られておりました。田中さん、こんな身近に理解者がいましたよさて田中さんから見て井上さんは A 芸人になられているのでしょうか、教えてくださいと。え、それ何年前の話そのいやこのキム兄のこれとタン自体がもう10年近く前、かなり前っぽいですね。あ、じゃあ、 いろいろ起こす前っていうことね、それが。だって2年連続で女性芸人とキスする番組っていうのが今もうありえないもんね今はもうね、うん、逆、その女性にもセクハラやし男性にもセクハラやし、その時にだからもう悲鳴を上げられるの、女性芸人の集まりも絶対や、井上だけはいや、あ、そういう意味での、ね、井上は追っかけ回すわけよ、うん、なんでやねんって言って、はい、見て、ああ芸人になったなと思って俺はねはい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 、だからその仕事自体は田中のやってた仕事とそんなに変わらないというか、そうですよね、うん、あ、その意味での A 芸人になったなだったんですよ、ね、うん、それはもう素直にそう思ったし、うん、言った記憶もある、あ、うん、でも確かに、でそこからいろいろあったわけだね、うん、まあちょっと、うん、ちょっと調子に乗りすぎたのかもしれないですね、あ、その時は良かったかもしれないけどね、うん、まあでも連日パーティー出てたらしいよやっぱりな、寝ずにパーティー行ってたの、寝ずにパーティーして最終的にふるさと納税の肉で焼肉ダンシングパーティーして家でね、家で窓開けて煙でふるさと納税の肉が来たらパーティーしたいじゃないですかって、何なんだろう、俺は許さない、俺が唯一づかないと、あの人間はまだ何かやらかす可能性あるから、田中がそれを風化させないように、うんうん、
ん、俺もセイヤのズームチンポを噴火させない。あの二人の人間は誰かがどこかで言ってないとやめた瞬間にセイヤもチンポ出すから、うんうん、出す。もう一回出ちゃうから。風化した瞬間にな、風化した瞬間にもう出せるのかなって思っちゃう人間だから。AKB の番組でもテーブルの下で出してる。いやいやいや、あ、出してるよあいつは。出してない、もう出してるかもしれない。出してないです。だ、見てないでしょ、ね、テーブルの後ろ。そうですね、うん、出してる可能性あるよ。怖いな。だから健康さんが言わない。言わない。俺が言ってる限りで出さないよ。見てるよっていう人が誰かはいない。それが抑止力になるね、うん、お願いします、うん、お願いします。以上ですか。はい、以上です。わかりました。じゃあ一旦 CM です。ケンドーコバヤシが AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。ユイリー VS 沢口の思いっきりマジバトル。はい、このコーナーはリスナーの方から村山ユイリと沢口愛香に対決してほしいテーマを募集し、うん、このあっぱれ水曜日の放送中にやってしまうというコーナーです、うん、そして受賞した方には男性陣の中から一人を指名して喜ぶであろうものを買ってきてもらえます、はい、現在ユイリーが6勝、沢口が1勝となっております。1勝、はい、頑張んなきゃ。6対1はひっくり返せないだろこれ。差がついてますか。7回裏からが。ああ、なるほど。あるよ、6対1で負けても。お、7裏から。野球ならな。サッカーではありえへん。ちょっと厳しいかもしれませんが、うん、今日の対決は、山形県白鳥さんからです。うん、お二人に対決してほしいのは不幸エピソード対決です。ルールは簡単です。村山さん、沢口さんの身に起きた不幸なエピソードを語ってもらい、男性陣がそれはかわいそうだと思った方の勝利です。これは簡単やね。不幸、不幸自慢、うんうん、不幸自慢したことないな。かいっぱいありますよね、生きてたら。おお、じゃあ生きてたらあるよ。辛いこと9あったらいいこと1あるっちゅうのが人生やからな。うん、ああ、そういうことですね、うんうん、だから1が嬉しいんや。その一のために生きてるんですね、うん、どっちからいきますか。じゃあちょっと沢口から。お、先手。お、早いね。喧嘩、喧嘩は先手必勝か。そうですね。それで毎回負けとるけどな。あれ。じゃあ沢口さんから。はい、先週話した成人式の話あったじゃないですか、うんうん、で好きな人の話あったじゃないですか、うん、その私中学3年の夏から、うん、こう芸能活動始めたんですけど、中学3年のその始める前までお付き合いしていた方だったんです、中学2年生から。そう、初恋の人で、でこの活動をするからこう別れようってなって別れたんです。でその理由を知らせずに私がごめんねって言って別れたんですよ。意図的に。はいはいはい。でそのまま行って2人とも高校受験をして、で二人とも第一志望に落ちて第二志望で同じ高校になったんですよ。うん、でずっと一緒で、でも文系と理系で離れちゃって、でもお互い行方知らずになっちゃって、そのまま。同じ学校だけど。なんで知らなくなって、成人式だったんですよ。ああ、それ以来ね。そしたら、めちゃくちゃイケメンになってました。っていうのが私の最近の不幸。何が不幸なの？何が不幸なのよ。なんであの時。もう負けやこれ。最後もうなんであの時。ハッピーエンドじゃん。ハッピーエンド。違う違う。なんであの時振ったんだろうみたいな。全然不幸じゃないよ。不幸じゃないよ。話しかけられなかったし、もう一番不幸。南の横か。え？話しかけたかったか。話しかけたかったです。どう？最近元気ぐらい痛かったです。ああ、何にも声かけずに、はい、本当に目で追うだけでした。全く不幸、よっぽど有利が下手な子の限りこれ負け格や。だって普通の生活だもんそれ多分、うん、めちゃくちゃ、え、不幸だよ。3日ぐらいすごい病んだんですけど。全然不幸じゃない。え、うん、なんかそこでもう、イケメンの彼に、うん、なんだお前ブスだなとか言われたら、うん、不幸だけど。不幸って得てして降りかかってくるもんやけど、うん、沢口の動きで全て発生してるからな、それ。芸能とかやるから振るとか。だって。ゆいり。お。はい。こけましたで勝つよ、これ。先手、先手で出てって取ってって。私は、
高校1年生の時に女子校に通ってたんですけど、うん、その時も AKB だったんで、うんうん、もう両立してる状態だったんで勉強が本当におろそかになってたけど、うん、まあまあね、まあ、成績は頑張って取らなきゃいけないから、うん、頑張ってたんですよ、うん、で英語のテストがあった時に、うん、頑張ったら70点取ったんですよ、うんうん、で我ながらすごいいい得点だと思ってたんですけど、うん、なんか次の日ぐらいに先生に呼び出されて、うん、ね、テスト範囲どういう風に伝えられてたみたいな言われて、うん、いやこうこうでこうでしたって言ったら、うん、なんとその英語の担任の先生が AKB がすごく好きで、うんうん、私にだけテスト範囲を事細かく教えてたっていう事実が分かってしまって、うん、再試になりまして、70点は30点ぐらいになり、成績が落ち、すごい大問題になって私の評判も落ちて、最悪でした。だからその、うん、先生がまあ忖度じゃないけど、いや忖度やろ、ちゃんとこ、はい、ね、AKB が好きやから、そうですね、あ、教育者の資格がないというかね。あ、まあ、そうですね、不幸っていう、果たしてリュウエリーの不幸か、あ、まあ、リュウエリーも評判悪なってんな。そうです、あとシンプルに成績が落ちたっていうのは私にとって大きいことだった。いや成績落ちたって、いやそれが実力だったんじゃん。違います、うん、違いますじゃないよ、持ってるものじゃない、違います、それはその時の実力が30点だっていうことだもんね、うん、だから落ちたとかではないような気がするけども、だって細かく聞いてない、ちゃんとしたみんなと同じような試験範囲でやったら30点だったんだもんね、うんうん、別の問題になっちゃったんで知らない問題ばっかで、うん、いやいや、それはそうだよ、事細かく教えたらまた同じことになっちゃうから。そうなんですよね、そうだから30点だったんだよね、そこは不幸じゃないよね、自分のせいだもん、ね、ぬか喜びさせられちゃった。ああ、ぬか喜びとしては成立してる。あ、はい、あ、まあね、うん、なんか結構簡単なお題やってんけど、うん、2人ともなんかちゃんとしたスイングせえよ。なんで、え、結構私はこれ一番不幸なの。いやいやいや、そう、当たる当たらへん、ミートするミートせえへんなんて、うん、そう俺らにもあるし、うん、そう打球の強さっていうのはそのタイミングもあるし、うん、でもスイングちゃんとしな、そんな何があっても飛ばへんぞボールは。あ、そうだと思ったんです。結構ちゃんと振ったつもりだったんですけど、うん、こうだったなぁ。二人ともなんか、変形なスイングしてる。変形っていう、まあだいぶね、行き詰まった人がやるようなスイングしてるから、何それみたいな。え、こんな感じなんです。すごく不幸だった。私も不幸だったの。もっと絶対人生で不幸な経験してるはずなのになって思っちゃうね。人生で数 A 最新になったとかですか？え、数 A が最新になったことがある。数 A、 あの数学 A、 数学 A ね。え、高校の時に数学 A のテストが悪かったぐらいはあります。そ、自分のせいやん。それは不幸っていうか、普通になんかうまくついてねえなーでいいのよ、だから不幸やから。ついてねえなー、あ、今日不運やな。うん、今日を1ヶ月ぶりに歯医者に連絡したら休診日でした、うん、まあまあ、まあまあまあ、そういうことですか。まあ、それも何も面白くないけど、ね、そういうことだよ。判定か。いや、これはちょっと無効試合、岡田和親と決める。いや、そうですよ。もう一回、何それっていう話なんだよね。これは結構その、うん、もう一回、うん、イージーよ今回。いや、結構簡単だなと思って自信はあったんですけどね。なんかそうね、人に頼まれて行ったらなんかひどい目にあって、なんかお前のせいで濡れ衣もかけられてみたいな、なんか。まあ喋れるかどうかわかんないけど、その地下アイドル時代の話とか。ああ。山本あったやろ、不幸なの。あったはずですけどね。あ、もう記憶飛ばしとかなきゃいけないんだ。そうなの、記憶飛ばさなきゃやってられなかったかもしれないです。まあ、向こう中でいいか。そうですね。いや、今回はもう、勝者なしということで。うん、そんなフォアはかけられて悔しくないのか、お前。なんかもう用意されるようになっちゃった。いや、悔しいですって言うてるよ、せめて。ちゃんと勝たなきゃ覚えてくれよ、その。フルウォーズね。ということで、現ユイリーが6勝、サウチが1勝のままで。
続行ということになりました。以上思いっきりマジバトルでした。はい、じゃあ曲聞いてください。スカイハイでダンク。沢口愛子が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。入射角と反射角のコーナー。後ろから前からどうぞ。さあ、入射角と反射角なコーナーです。はい、うん、それでは行きましょう。はい、明石市黒いもやし。冬でも素足の女子高生と冬でも半袖の男子小学生は入射角と反射角の関係ですか？いるよな、うん、いるいるいる。いや今日でも素足の女の子おったな。いた。なんで？よくわかんない。あ、だから奥さんとかに聞くと、うん、若い時は寒くなかったって言うんですよ。あ、そんなわけないじゃないですか、ね、いやそんなわけあるよ。あるんですか？俺だってやっぱ二十歳の頃、はい、T シャツに革ジャンだけでこんな季節でバイク乗ってたもんな。平気やってんの。いやまあでもあ、人間によってってのあるよ。その、うん、外国人の人とかね、あ、冬でも T シャツやもんね。日本来たら日本の冬は全然暑いぐらいって言ってる。なんかなんだっけね、基礎体温高いんだな確かアメリカ系の人は。寒くないの？だからまあまあなんだっけ、浅草行ったらみんな半袖やもんな。あの、そう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 、うん、に半袖か、何ダウンジャケット着てるか、ダウンジャケット脱いだら半袖みたいな。そうそうそう、確かに。それが考えたら中学生小学生の時はそういう体の発熱量。確かに。いや小学生の時無理してたけどな。鼻水ジュバジュバで寒ない。そうです。パンパンで行って足のつま先全部霜焼けになっちゃう。さあこちら兵庫県鬼坂みかん。スポーツ新聞に載っているグラビアアイドルの競馬予測が結構当たるのは入射角と反射角との関係です。そうなんだ。なんかわかる、なんかあるあるやなこれ。なんか小路春さん、うん、あの子はすごい当ててたよね。ああそうね、マジで年間の予想してだいぶプラスで終わってんの。すごい、なんか当たっちゃうんだよ、うん、分かんない。で本気でね予想してる伊崎さんとかの予想全然当たんない。おじさんの予想、うん、あこれはうまいね。うん、うん、栃木市ジャングルの王者ターちゃん。はい、ラブホテルに宿泊し、うん、無料で AV が見れて、うん、得したと思うのと、うん、ビジネスホテルに宿泊し、うん、AV が有料で残念に思うのは入射角と反射角の関係でしょうか？おえAV が有料で残念。ラブホテルって無料で見れるんですか？ラブホテル無料、あ無料ですよ。すごい。でも必要ないねんな。うん、あそうか、必要な時に無料で、必要ない時に無料で、確かに必要な時に有料なの。あそうですよね、ビジネスホテル有料ですよね。うん、え、うん、途中までつけました。途中まで行ったんですけど、あ昔あったな、その1分だけ流れるやつ。あそうそう、その後1回テレビのコンセント抜いてみたりしたもん。リセットされちゃう、もう1回行けんじゃないかっていうね。あそれは確かに次だな。あこれ次のは、はい、これ答え来ましたよ、とうとう。終わりか。これは終了の予感ぐらいさせる、完璧な答え来ました、はい、兵庫県オリオン、はい、記者会見等の場でガンダウノさんに三河健一さんのことを、三河健一さんに神田うのさんのことを聞くのは入射角と反射角の関係です。え、わからない、わかんないか、これ。わからないです。この二人一応親友、そうそうそう、うん、セットみたいな、うん、そうですね。で、三河さんの家の宝石盗まれた時にはなぜか神田うのさんに三河さんどうですかって聞くし、神田うのさん の, あの腹心がお金持ち逃げした時に三河さんにこうなんかレポートで聞きに行くみたいな。あじゃあ入社して反射してますね。入社して反射してんねんこれ。あら素敵、うん、そうですね、いやこれ正解なのに本人が分かってないから。そうそうそう、うん、
それ以降でそんな関係性の2人ってねいないんですよね。いないね。ね、だから昔は江守徹さんと中尾明さんのライバル関係みたいな、でも仲いい、ミッチーサッチーとか、なんかそのセットで盛り上がるっていう、あったんだよな。ないね、今ないっすね。セットの時にワクワクする、この田中若林はなんかもう茶番みたいな感じ。茶番茶番じゃねえよ。やってるのかお前。いや俺ぶっ潰すよあれ、お前やってもしょうがねえだろ。引きずり回すぞお前。やれるもんならやってみろよお前。やってやるよお前。やってみろよ俺を。まず俺をやってみろ。かかってこいよ。お前がこいつってんだ。お前がおやれるもんならやってみろよ。こっち来いよお前。こっち来いって。全然来ねえじゃねえか。見てもないのにコピーしようとこっち来いよなんて言ってないだろ。これ最後です。埼玉県山根さん、斉藤の塊、田中さんが薄毛とハゲを武器にしているのに対し、田中さんのモノマネ芸人デルピエロ山口さんが発毛サロンを開業したのはニュージャルと話し合うの関係ですか。サロンも開業したのっぽいね。いや前 YouTube でそのもう最近モノマネ見てないなと思って、あいつの、あいつのモノマネなんか YouTube のチャンネル見たら、もう発毛に関してずっと毛が生えるんですみたいなことを、本当に生えてるのかなみたいな感じで、いやでも本当に生えたんですみたいなことずっと YouTube で配信してたのを見たんです。何やろな、あの寂しさな、全然俺のモノマネせえへんよなって。俺のね、もう一番似てるって言われてたのに、なんかいやまだマシやで。俺の方が辛いよほんまに。なんですか？ JP 売れてから俺のモノマネ一回もせえへん。ひどくない？まあ松本さんやんないといけないしな。売れてしまったら俺のモノマネなんて邪魔やったよ。寂しい。技の一つだったけど、あいつなんか今世の中で善人めっちゃいい人みたいに受け取られてるけど、あんな悪党おらへん。健康さん捨てて、健康さんからのいけない。俺だけじゃないと、いろんな人捨てられてるもん。俺も一瞬だけ踏んでいかれたもんな、一瞬山根のモノマネやってあんまりにも似てないから。松本さんで呼ばれてるのになんで皆さんのことをしな飽きませんの。こっちボランティアでやってるんちゃいますよって、あいつの声が聞こえてくるの画面で。全然善人じゃねえよあいつ。悪党、悪党ですね。あんな悪党おらんぐらい。というわけで、一旦CM です。AKB48 村山結里が AM1179、FM906、MBS ラジオからあっぱれやってます。さあエンディングでございますけど、 お知らせを結里から。はい、2月28日にトムさんの卒業コンサート、そして3月3日に歌唱力ナンバーワン決定戦決勝、4月29日に単独コンサートやらせていただきます。ホームページご覧ください。あるな。うん、沢口。はい、2月24日にあるんですよ。2月24日に発売される沢口彩香のフォトブックのお渡し会が2月25日に大阪の梅田津田屋書店さんで、26日が東京の渋谷 HMV&BOOKS 渋谷さんで開催します。フォトブックの最新情報やオフショットが投稿されるインスタグラムアカウントが開設されましたね。そちらのチェックしてください。結構あるかな。アンガールズ、ないです。いやあれ。全員あるか全員なしじゃないか、いらないか。さあというわけでユーリーの最後の一言。はい、昭和最後の日生まれのマッサン平方氏、はい、吉本新喜劇で活躍中の島田一之輔師匠のギャグ、来週も聞かないとダメよダメよダメなのよ、お願いします。すごい。ダメよ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 ダメなのよ。すごい、他のダメよがめっちゃ出てきた、ね、ダメよダメダメね。 あの時に一言も文句言わなかった一之輔師匠は本当に優しい人。、すごい。いやこんな何十年やってるからね。ダメよダメよダメなのよ、ダメよダメよダメなのよ、はい。そして JP は本当に悪いやつ。最低。はい、できるかな、ね。
頑張ります。来週も聞かないとダメよダメよダメなのよね。はい。さあというわけで、はい、来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。来週も聞かないとダメよダメよダメなのよ GP。 さよなら。さよなら。